はい、皆さん、毎度毎度。はい、昨日と昨日の続きね、昨日のセニングね、20%でスライス薄くして、パネル状にやってみたんだよね。したら7回で切ってしまった。これをさ、ちょっと思ったんだけど、ねじってやったらどうなるかね。これ、どのぐらい取ったんだろうな。ちょっともう昨日よりちょっと少ないか。だいたい昨日のと、これちょっと昨日のよりちょっと多いよね。昨日のより、これをね、ねじって、ね、ちょっと指が滑るね。舐めたくなるね。指が滑るとね。ねじって、ちょっと水ないか、いいか。ねじったやつだともうちょっと繊細にできるから、7回ってことないんじゃないか。はい、これいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19回。ね。やっぱりねじると束が厚くなると繊細にセニングできる。束が多いと収束してた方が繊細にセニングできる。これを広げて、今のね、広げて持つと本当にまた7回になっちゃうんじゃないか。広げて持つとね、はい、ね、これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10回だね、今回はね。さっき何回だっけ、ちょっと忘れちゃったけどね。広げると簡単にセニングできてしまう。皆さん、毎度毎度、2兆セニングとか10%セニングは明日だね。あくまでも予定だからね。やっぱりね、ねじると、粗くなるんじゃなくて繊細になる。1回での切削量が少なくなるんだね。数学的な計算でいくとね、20%セニングで毛束をすべて切り取るには約20回ぐらい必要なんだよね。これ、ちょっと表をつけるけど、ちょっと女性の方は難しいかな。はい、またわけわかんねえね。乱数表みたいのね。こういうものはね、男性の方がね、知的教養を満たすために見るようなもんでやってね。女性の方はあまり難しく見なくていいよね。大体20回ぐらいで全部切り取れるはず。だから、ねじったら、大体その通り切れてるってことだね。で、逆に広げて持つと、切削力が高くなる。10回で全部切り取ったってことは、40%セニング並みっていうことなのかな。こういう表はね、ちょっと見て分かる人と分かんない人いるけどね。要するにね、毛束を薄く持つと20%セニングは、30%、40%の仕事をすると。で、逆に毛束を分厚く取るとあまり好かない10%並みになっちゃうんじゃねえか。だからセニング使う時のイメージとしてはね、毛束をドサーって取ってさ、ガツンと入れるといっぱい透けそうな気がするけど、意外とそうでもない。スライス薄く取ってガツンと入れた方がよっぽど空いてるっつうの？そこの毛束に対してどのぐらいの割合減らしたかっていう問題だけどね。だからセニング仕事ね、根元を2回だけ入れてくださいと。全体にね。多分こういうオーダーってのはないと思うし、アシスタントに20%で全体に根元2回入れといてとかね。こういうのを頼む人いないと思うけど、その時にね、アシスタントの方がスライス厚いか薄いかでね、すき加減というのが全く変わってしまうってこと？手抜きでさ、分厚くやれば大してついてないし、細かく取ってね、2回丁寧にやっちゃったりすると予想以上に好かれてるっていうの。ちょっとここでコメント返しね。MO 先生ね、コメントありがとうね。100本を、20%すいたら20%減ると。そんなコメント来たけど、実際100本ってさ、今取ってるぐらいがこれ100本だと思うんだよね。なんとなくね、セニングの、すく割合っつうのはさ、ロットで言ったら8ミリロットのスライス幅ぐらい、10ミリロットのスライス幅ぐらい、あのぐらい、だから1000本ぐらいんじゃないけど、1500本とか、あれを基準にしてるような気がするね。で、あれのぐらいで大体20%透けると。8ミリのロットぐらいかな、10ミリまでいくと、切削力が下がるような気するね。いや、もちろんね、紙質とか紙の太さでもこれ全然違うしね、あとハサミの状態にもよっても違うしね、なんとも言えないけど、多分ね、1000本とか1500本を1回入れたとき何本切れるか。そんなような気がするね。だから、真面目に答えたら、8ミリロットの幅ぐらい、10ミリロットの幅ぐらい。そのあたりが基準になってんじゃないかなと。ちょっとこれも、まだ実験してないからわかんないけど、ちょっと勘定するのがめんどくさいからね、髪の毛ね。はい、お疲れ様でした。